じゃん。アンパンマンのままごとセットたくさんあるよ。まずはこれ。これは蓋のところがアンパンマンの顔になっているお鍋、お鍋があるよ。横にもアンパンマンがいるね。よし。そしてこれ。これは何かな？フライパンかな？フライパンと鍋がセットになっている。そしてここのところにこれかな？この取っ手をこうやってつけてあげるとフライパンになるよ。このフライパンをかけるのがこのコンロだね。コンロ。コンロとフライパンセットになっていたよ。これが火の加減かな？こっちは肉、こっちは魚用みたいだよ。そしてこの取っ手は取り外すことができて、今度はこれ。フォークにはバイキンマンがいるね。バイキンマン。こうやってバイキンマンのフォークとセットにして、こうやってフォークとして使うこともできるし、よし。またさらに、今度はドキンちゃんのこれ。こうやってナイフとして使うこともできるよ。こうやって、これは赤ちゃんマンのケーキかな？これをこうやって包丁で切ってあげることもできるね。そしてこのアンパンマンの包丁もあったね。ドキンちゃんの方はこれはナイフなのかな？このフォークとナイフ、この食事用のセットなのかな？こっちの方はちゃんと包丁になってるよ。よし、それからこれはアンパンマンの顔がここにあるね。手をほっぺの横に出してる感じ。これでアンパンマンになって、裏から見るとなんか顔の形になってるように見えるんだよね。これアンパンマンのお皿だよ。そしてこれは食パンマンのサンドイッチかな？サンドイッチ。サンドイッチをこうやってトントンして遊ぶこともできる。そしてこれがドキンちゃんのおにぎりだな。おにぎり。おにぎりはこうやって海苔を外したりつけたりして遊ぶことができるよ。ドキンちゃんの海苔にはちゃんと食パンマン様が書かれているね。そして今度がこれはアンパンマンのおにぎりだね。アンパンマンのおにぎりにもこうやって海苔だね。海苔をこうやってつけて遊べるよ。そして今度がこれはフライ返し。フライ返しにはメロンパンナちゃんがいる。さっきのこのフライパンのところでジュージューやって炒めてあげるのがこれはハンバーグだね。目玉焼きが乗ったハンバーグに、それからこれは鮭、バターが乗った鮭、これ一緒にこんな感じで炒めて遊ぶことができるね。そしてこれをさっきのお皿にこうやって盛り付けてあげて、ドキンちゃんのこのフォークでよし、切ってあげて、よし、これで食べやすくなったかな。それからこんなアンパンマンの容器だね。容器 S って書いてあるから、お塩ソルトを入れるのかな。こっちのバイキンマンも S って書いてあって、バイキンマンとアンパンマンとっても仲良しだね。そしてドキンちゃんの容器、これは P って書いてあるからペッパーを入れておくのかな。これはメロンパンナちゃんとドキンちゃん同じ P のマークだったね。そして今度はこれはジャムおじさんもお塩だし、バサコさんの方が P、 胡椒だね。この容器の中にはもう入っていて、こんな感じで揺らすと面白い音を出すんだよ。よし。そしてこれはメロンパンナちゃんのマカロンだな。
マカロンをこのアンパンマンの包丁で、よし、こうやってトントンしてあげられるし、これはアンパンマンのカップケーキだね。カップに入ったケーキ。これもこうやってトントンしてあげられるよ。そしてこんなバイキンマンのハンバーガーだね。ハンバーガー。ハンバーガーもこうやってトントンして遊べるんだよ。